はい、じゃあチームソディベーションの皆さんです。はい、今日はマジ持ってこなかった。今日はやっぱりかわいそうだな。コントローラーで満足感ってやばいです。まあ、負けたらなんか10からを固めて。あ、ヘイローボーガーです。タイから緊急で来ました。タイからね、時間的に試合前ね、さすがに負けるわけにはいけませんのでやっております。まあ、実質日本最強のプレイヤーなんで、まあ、俺が勝ったら、フリーが、まあ、日本で負けることは 100% ないと。間違いないんで、まあ、俺を止めてみろ。はい、じゃあ今日最後までよろしくお願いします。カメラのバッテリーが切れるもん。はい、じゃあチームレイサイドの皆さん、よろしくお願いします。大会できるっていうのはなかなかこれからもないと思うので、ぜひ今回の試合で大いに盛り上げて、次回の大会、次回の大会と続けて、どんどん喜びが大きくなるように続けて、今回これから皆さんが集まってるんですけども、もしライブとかで見つけたら、さあ、そしてですね、こちらのゲームの、ありがとうございます。まあ、みんな楽しんでいこうぜ。はい、じゃあチームインテントの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、3人の3人の番組だけど、4キロだー。はい、5キロ入ってるね。します。なんか盛り上がるよ。はい、アントンが今の6人で1位ですね。頑張ります。ありがとうございます。優勝して帰れるっていう自信あるので。大丈夫です。大丈夫。プリプリ。今の印象がないですよ。緊張する方です。緊張する方。ないですよ。やっぱオフラインでの大会っていうのが始まると思ったら、あれ落ちたってのか。このチームもまだまだ始まったばっかりで、オンラインの大会もまだちょっと出たばっかりの新人チームなんですけど、やっぱりそこはモチベーションの高さ、やっぱみんな集められる、集まることで、やっぱ決断力とか団結力と、あとチーム力で、どうにか、相手も強いですけど、どうにか勝って、皆さんにプレーを作られたらなと思います。はい、ありがとうございます。硬い。チームもらうけみやの皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。一人ずつ少しコメントもらいたいんですけど、はい、バイデン君ね、どうでしたか？そうですね、やっぱり負けちゃって悔しかったので、あんま活躍もできなかったので、次の大会では勝ちたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ友和さんです。すみません、 B4 と B1 と B2 が、モルノキミっていうクランに思い出があるので、参加できて、こういうイベントでゲームできたことも、思い出して、はい、まだじゃあ、参加してくれますか？できるの、はい、悔しかったんですよ、やっぱり。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、じゃあ、ポポ君です。今回の負けっていうのは、もうちょっと吹っ切れて、もう次は完全に、気持ちが移動します。次を必ず勝利しようという気持ちです。じゃあリーダーの平山さん、締めよう。リーダー平山君です。そうですね。今日はチームのプレーヤー、
生かしきれてなかったなそこは反省してます次はそこをもっと良くしてチーム調整そうかラストキルだ。ノックオン、ノックオンになる、ノックオンになる。